オタファの秘密基地ノーコンティニューでレビューしやるぜ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃはこれだ。キャンペーンアイテム、仮面ライダービルドガシャットだ。これはキャンペーンアイテムとなっていて、新しい仮面ライダーの仮面ライダービルド、このビルドの変身ベルトのデラックスビルドドライバー、それを購入すると店頭でもらえます。ちなみに対象商品は2種類あって、そのデラックスビルドドライバーとホルダーがセットになっているアイテムがあるんですけども、その2つが対象商品になります。さあ、というわけで早速レビューいきましょう。特にパッケージなどはなく、こういったビニールに入っています。じゃん、中から取り出しました。後ろ青い成形色、表は赤、仮面ライダービルドラビットタンクフォームのトレードカラーなんですよね。横、仮面ライダービルドで、この状態では電池が入ってないんですよね。なのでここから開けて電池をセットします。セット完了。単体で聞ける音声は全部で3つあります。仮面ライダービルド、おお、仮面ライダービルドって言っていましたね。次、全部で3つ。デラックスゲーマードライバーにセットして遊びます。それでは行きます。おー、アイムは仮面ライダーの声が甘い声でしたね。さあ次。ラビットタンク、ウサギと戦車、ベストベストマッチ、イエイ。こういう感じでしたね。ちなみにレベル3で流れる音声もこれと同じなんですよね。一応やってみましょう。他のガシャットと組み合わせます。マイティーアクション X、 ガシャット、ガチャー、レベルアップ、マイティーダウン、マイティーキーク、マイティーアクション X、 ガシャット、レベルアップ、ウサギと戦車、おー、影山の兄貴と小林克也さんの夢の共演。これ反対側はどうだろうか。逆側にするとこのようになります。次は必殺技、次は武器、さあ、そして最後、ガシャコン必殺だ。単体音声、ガシャット決め技、ビルド
ビルドというよりはビルドでしたね。遊び方はこんな感じです。というわけで今回のキャンペーンアイテム仮面ライダービルドガシャとのレビューいかがだったでしょうか。これで遊ぶ際はユーザーが自分で電池を入れなければいけません。それだけ覚えておいてください。あとはこれはなくなり次第終了のキャンペーンなので欲しい方はお早めに。さあここからはねちょっと僕の話を聞いてください。実はここ最近どうやら夏風邪をひいたみたいで今日ちょっとゆっくりしてたんですよね。でその時に僕は何をしていたかというと仮面ライダーエグゼイドの最終回を見ていました。もうね1回じゃなくてね4回ぐらい見た。ちょっと遅くなって見たんだけどみんながね仮面ライダーエグゼイドロスっていうのを聞いてすごくわかる気がします。本当はねエグゼイドが終わってすぐにみんなと、仮面ライダーエグゼイドの話をしたかったです。なんか今までの歴代の、平成に限ってだけど平成ライダーのここまで評判がこう覆された仮面ライダーってなかったんじゃないかなっていうような素晴らしい仮面ライダーでした。今はただただ早く劇場版が見たいですね。仮面ライダーエグゼードずっと忘れないでいたいです。あとはやっぱり新しい仮面ライダービルド、これを僕は応援していきたいです。みんなももしよかったら仮面ライダーエグゼードについてぜひコメント待ってます。今回の動画面白かったな、楽しかった、参考になった、俺も仮面ライダーエグゼードが大好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。あとはどんな普通でも結構です。みんなからのコメント待ってます。あ、そうそう、仮面ライダービルドのデラックス玩具は僕の YouTube のチャンネルにあるので合わせてみてください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたおでした。さあ次の仮面ライダーもみんなで応援しようか。おたおでした。またねー。Somebody